こんにちは。今回は、変わり玉編みで編む模様編みを紹介します。こちらが、玉編みが表側になっている方です。そして反対側は、玉編みが裏になりますが、どちらも似たような模様ですので、お好きな方をお使いください。編み方を、編み図で説明します。今回の模様は、模様1つが、鎖編み8目が必要です。3個半の模様で説明しますので、作り目は29目作ります。最初は細編みを編みます。鎖編み1目を編んで、鎖編みのところに細編みを編み、次は、中長編み3目の変わり玉編みを編みます。玉編みを編むのは、細編みを編んだところから、1、2、3、4個目のところに、中長編み3目の変わり玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、同じところに変わり玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、同じところに変わり玉編みを編みます。次は細編みです。玉編みを編んだところから4個目のところに細編みを編んで、これが1つの模様です。これを3回繰り返して、細編みを編んだところから次は4個目の鎖編みに変わり玉編みを1回編み、間に鎖編み2目を入れて、同じところに長編みを編むのが1段目の模様です。29目の鎖編みを編みました。最初は細編みですから、鎖編み1目を編んで、鎖編みを編んだ根元の鎖編みの裏山を拾って、ここに細編みを編みます。次は中長編み3目の変わり玉編みを編みます。針に糸をかけて、細編みを編んだところから、1、2、3、4個目の鎖編みの裏山に、未完成な中長編みを3回編みます。針に糸をかけて、引き出します。鎖編み2目分ぐらいの長さに糸を引き出してください。これが未完成な中長編み、1目になります。あと2回、未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて、同じところに針を入れ、糸をかけて長めに引き出します。未完成な中長編みが2目できました。もう1回、未完成な中長編みを編みます。これで、未完成な中長編み3目ができました。次は、未完成な中長編みだけを引き抜きます。針に糸をかけて、未完成な中長編み3目を引き抜き、針に糸をかけて残りの2本を引き抜いて、中長編み3目の変わり玉編みを編みました。鎖編み2目を間に入れて、同じところに中長編み3目の変わり玉編みを編みます。未完成な中長編みを3目編みます。糸は揃えてください。未完成な中長編みだけを引き抜き、次に残りの2本を引き抜いて、中長編み3目の変わり玉編みが2回できました。鎖編み2目を間に入れて、同じところに中長編み3目の変わり玉編みを編みます。未完成な中長編みだけを引き抜き、次に残りの2本を引き抜いて、変わり玉編みが3個できました。次は細編みです。細編みを編むのは、玉編みを編んだところから鎖編みの1、2、3、4個目の
裏山に細編みを編みます。これが一つの模様です。この模様をあと2回繰り返します。針に糸をかけて、ここから1、2、3、4個目の鎖編みの裏山に未完成な中長編みを編みます。3回未完成な中長編みを編み、これを引き抜いて、残りの2本を引き抜いて変わり玉編みにします。鎖編み2目を編んで、同じところに変わり玉編みを編みます。鎖編み2目を編んで、もう1回同じところに変わり玉編みを編みます。3個の変わり玉編みができました。次は細編みです。細編みはここから1、2、3、4個目の鎖編みに細編みです。これで2個の模様ができました。もう1回同じように編みます。ここから4個目の鎖編みの裏山に変わり玉編みを編みます。3目の未完成な中長編みを引き抜き、また残りの2本を引き抜きます。鎖編み2目を入れて、同じところに中長編み3目の変わり玉編みを編みます。鎖編み2目を入れて、同じところに変わり玉編みを編みます。次は細編みです。ここから1、2、3、4個目の鎖編みに細編みを編んで、3個目の模様ができました。次は半分の形を編みます。ここから4個目の鎖編みに変わり玉編みを編みます。鎖編み2目を編んで、同じところに長編みを1回編みます。これが1段目の模様です。次の2段目を編み図で説明します。次の2段目は、立ち上がりの鎖編み1目を編んで、長編みを編んだところに細編みを編みます。鎖編み2目を編んで、次は長編み3目を1段目の細編みのところに編みます。長編み3目を編み、鎖編み2目を編んで、1段目の模様の中心の玉編みの頭に細編みを編み、鎖編み2目を編んで、1段目の細編みに長編み3目を編み、鎖編み2目を編んで、1段目の中心の変わり玉編みに細編みを編んで、これを繰り返し、最後は細編みのところに長編みを2目編みます。これが2段目の編み方です。2段目は細編みからですから、鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、長編みの頭に細編みを1目編みます。鎖編み2目を編んで、1段目の細編みのところに、細編みに長編みを3目編みます。鎖編み2目を編んで、
1段目の変わり玉編みの中心の変わり玉編みの頭のところです。頭の2本を拾って、ここに細編みを編みます。これが2段目の模様です。鎖編み2目を編んで、次の1段目の細編みのところに長編み3目を編みます。鎖編み2目を編んで、玉編みの模様の中心の玉編みの頭に細編みです。次も同じように鎖編み2目を編んで、細編みの頭に長編み3目を編みます。鎖編み2目を編んで、玉編みの模様の中心のところに細編みを編む。次も鎖編み2目を編んで、最初の細編みの頭に、ここは長編み2目を編みます。これが2段目の模様です。3段目は玉編みを編みますが、編む位置が違いますので、編み図で説明します。次は3段目です。2段目で長編み2目を編んだところから、3段目は立ち上がりの鎖編み3目を編んで、間に入れる鎖編み2目を編みますから、最初は鎖編みを5目編んで、次に変わり玉編みを編みます。変わり玉編みを編むのは、最後の長編みのところに変わり玉編みを編み、次は細編みです。細編みは2段目の細編みのところに細編みを編みます。そして次は1段目の模様と同じように編みますが、編む位置は2段目の長編み3目を編んだ中心の長編みのところに模様を編んで、次は細編みのところに細編みを編みます。これを繰り返して、最後は細編みで終わります。次は3段目です。3段目は、立ち上がりの鎖編み3目を編み、間に入れる鎖編み2目も編んで、鎖編み5目を編んで編み地を裏返します。次は変わり玉編みを編みます。変わり玉編みを編むのは、長編みの頭のところです。鎖編みを編んだ根元の長編みの頭に、中長編み3目の変わり玉編みを編みます。次は細編みです。細編みを編むのは、2段目の細編みのところに細編みを編みます。これで半分の形ができました。次は1段目と同じ中長編み3目の変わり玉編みの模様です。模様を編むのは、長編み3目の中心の長編みのところにこの模様を編みます。針に糸をかけて、長編み3目の中心の長編みの頭に変わり玉編みを編みます。鎖編み2目を入れて、同じところに変わり玉編みを編みます。鎖編み2目を編んで、同じところにもう一回変わり玉編みを編みます。次は細編みです。前段の細編みのところに細編みを編んで、これが3段目の模様です。
同じ模様をあと2回編みます。長編み3目の中心に変わり玉編みを編みます。鎖編み2目を編んで、同じところに変わり玉編みを編みます。鎖編み2目を編んで、同じところに変わり玉編みを編みます。次は細編みの頭に細編みです。もう一回同じ編み方です。長編み3目の中心の長編みのところに変わり玉編みを編み、鎖編み2目を入れて、同じところに変わり玉編みを編みます。鎖編み2目を入れて、同じところに変わり玉編みです。最後は細編みです。最初の細編みのところに細編みを編んで、これが3段目の模様です。4段目は2段目と同じ形を編みますが、少し違いますので、編み図で説明します。3段目で最後に細編みを編んだところから、4段目は鎖編み3目を編んで、細編みのところに長編みを編みます。鎖編み2目を編んで、模様の中心に細編み、鎖編み2目を編んで、前段の細編みに長編み3目、鎖編み2目を編んで、模様の中心に細編みです。これを繰り返して、最後は前段で鎖編み5目を編んだところに細編みを編みます。これが4段目の模様です。そして5段目は1段目と同じ形ですが、3段目と同じように長編みの頭に模様を編んで、最後は鎖編み3目のところに変わり玉編み、鎖編み2目長編みを編みます。ここから4段目です。4段目は細編みを編んだところから、鎖編み3目を編んで、編み地を裏返します。鎖編み3目を編んだ細編みの頭に長編みを編んで、次は鎖編み2目を編み、模様の中心の玉編みの頭に細編みです。鎖編み2目を編んで、次は細編みのところに長編み3目を編みます。鎖編み2目を編んで、模様の中心に細編み、鎖編み2目を編んで、細編みのところに長編み3目を編みます。鎖編み2目を編んで、模様の中心に細編み、鎖編み2目を編んで、細編みのところに長編み3目を編みます。鎖編み2目を編んで、前段の鎖編み5目のところに細編みです。これが4段目の模様です。5段目は1段目と同じ編み方ですが、長編みの頭に模様を編みます。鎖編み1目を編んで、編み地を裏返し、細編みのところに細編みを編みます。次は長編み3目の中心の長編みのところに変わり玉編みの模様を編みます。
鎖編み2目を入れて、同じところに変わり玉編みです。鎖編み2目を入れて、同じところに変わり玉編みを編みます。次は、細編みのところに細編みを編んで、これは1段目と同じ模様になります。次も、長編みの中心のところに変わり玉編みを編み、鎖編み2目を入れて、同じところに変わり玉編みを編みます。鎖編み2目を入れて、同じところに変わり玉編みを編み。次は細編みのところに細編みです。これが5段目の模様です。この模様を繰り返します。変わり玉編みの模様で作るふっくらとかわいい模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。